特徴ある商品サービスを紹介するビジネスのヒゲ。トンネル工事の囚人や換気、工場の粉塵や PM2.5 の除去、あらゆる生産現場、イノベーションの現場において生じる環境問題。この問題を解決し、環境の最適化をバックアップするのが隆起エンジニアリングだ。フィルターって、いうのはホコリとかグミとかそういったものを取り除くっていうふうに使う用途が一般的なんですけども、当社の場合はもっと細かなガスみたいなものとか取り除く、流体制御の中で、さまざまな分野で活用する、応用するっていうところがすごく、よそにはない特徴的なところだとは思いますね。隆起エンジニアリング独自の技術、プリーツフィルター。その大きなメリットとは。これなんでこんな構造になってるかというと、小スペースの中になるべくそのフィルターのその面積を大容量にしたいと。この中に音の速さを超えた衝撃波というものを生み出す機構を用いて、そこでポンとその音を放つことによってへべついたその粉塵がもう一気にバラバラバラって、取れる。小スペース化にメンテナンスフリー、さまざまな現場の環境を最適にするための技術。新幹線でしたりとか、その首都高、神奈川でいうと相模縦貫道でしたりとか、その新横浜だったりですとか、そういったところでもすごく活躍してますし、京浜工業地帯のその製鉄工場とか、そのステンレス加工工場とか、その電線を作る工場とか、そういったところにかなり私たちの囚人機というのがたくさん使っていただいております。大気を自在に制御する隆起エンジニアリング。次なる対象分野は水。大気用のフィルターを用いて、その水再生技術というものに特化して一つのその事業の柱を作っていこうという。きっかけとなったのが3.11、除染作業の中で道なりその壁なりを洗った、その洗い水を作るために泥水をバキュームで回収して、でこれで全部はこし取って、できれいになった水をまた再利用してみたいな、それで、一定 の, その成果が、得られましたので、浄水の部分であれ、中水の部分であれ、下水の部分であれ、その中で、当社が、求められるような領域というものは、どのぐらいあるのか。水のソリューションだったら、そのどの部分でもトータルでも何でもできますよというような状態にして、お客様の、ニーズに応える、そういったものを今狙っております。